皆さん、こんばんは。こんばんは。かけがわ TV、はい、始まるよ。うっしゃー。さあ、やってまいりましたね。来ましたね。サンタさんが今日は隣におりますよ。はい。何くれるのかな、楽しみだな。モナカがね。私、現金がいい。モナカが。現金。あとは今日は何ですか、クッキーが。スターバックス。うん、シロンさん、コメダの何がクッキーが、コメダの何、生菓子が、豆が、豆がね、コメダのね、おやつがたくさんありますよ。ありますんで、スタジオに来てね、来てね、来てね、はい、というわけで、まずは大切な大切なバナースポンサー様の紹介から入ります。はい、亀屋新旧社のびのび様、よいしょ。おー、なんか新しいのがいる。そうなんですよ、新しいスポンサー。のびのび、ありがとう。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。心理カウンセラー、吉本みかん、よいしょ。ありがとうございます。みかんさん、バナー来ましたっけ。バナー来てないですけど、はい、みかんさん、バナーお願いしますね。見よう。帰った時にいましたね、バナー。いたんだ。そんなことなんだ。美容の力で世界を笑顔に、フクロイの末裔く、脱毛はソワニエ。アッコさん、ありがとうございます。抱っこで産後エクササイズ、お寺でベビーダンス、皆川由紀子様、ありがとうございます。ね、手作り雑貨とワッフルのお店、サムズカフェ様、シャー、ありがとうございます。世界で一つの贈り物、日本ハーバリウム協会認定子、アトリエシャルマン、ありがとうございます。ペットの複合施設 DC キャッスル様、ありがとうございます。ありがとうございます。よもぎ虫とマッサージ、生理痛改善サロン、カウピリ、ありがとうございます。ママの笑顔は家族の太陽、ドリームボード認定講師、坪井美希様、ありがとうございます。以上のスポンサー様のおかげで、掛川 TV は楽しい情報発信の場を提供できております。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけでね、スポンサー様の紹介終わります。はい、うん、はい、お疲れ様ですよ。コメントが、運の秀三郎さんより、古田さん見てるよ。運のさん、ゆるさんから何言ってるの。すげえ、めっちゃ思ってるし、お怒りです。お怒りです。見てるよじゃないからね。今度あったら、今度あったらお尻ペンペンだから。さ、怒ることもあるんですね。ありますよ、運のさんにさ。ありますよね。まあでもそれ関係ないからね、ここにはね。プンプンしちゃっただけ。プンプンもしますよ。プンプンもしますよ、はい、ポンちゃん投げつけちゃうからね。いや、それはやめて。よし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 。では、はい、番組ですね、うん、今日の番組、はい、いいですか。いいよ。17時、はい、ミラクル相談所、古田さんの教えてボンちゃん5、うん、悩める勇者、村松さん、はい、スタンバイできております。勇者が今準備運動してる。もなか食べて。そうですね。ね、どうですか、いい感じですか。どうでしょう。どうでしょう。まだ教えませんよ。楽しみだね。これあれですよね。なんかないですか、うん、発表とか。何の発表、うん？うん。まあいいや。また後で発表がありますよ。はい、何もない。17時30分。はい、石川茂樹の目と耳と心の癒しタイム。うんうん、ゲスト、うん、エンジェル代表取締役、はい、伊藤真理子さん、はい。よろしくお願いします。はい、お願いします。ね、前情報ゼロ、うん、で18時、18時ですよ、うん、僕がやりますよ、うん、岡村みっちゃんねるだと、うん、ゲスト、なごみ系英会話講師、うん、柴本久美子様、はい、よーし、なごんでおります。ね、お召し物がね、今日はでも岡村さんとお揃いでいいんじゃないの。そうですね、コスプレとまだなんかいろいろ用意して。今日はね、なんかいろいろ楽器も持ってきて初めて知りましたけどね、今弾きますんで、僕歌いますんでね、この声で。何何歌うの。何歌うの。それはちょっと秘密、はい、それは秘密です。
そう、楽しみだね。声は寒暖差でやられてます。体は元気、練習しすぎてとかじゃないですね。違います、寒暖差です。そうなの。はい、志望さん今日よろしくお願いいたします。乾燥に気をつけてよ、喋る人は。そうだね、喉ね、ありがとうね、いつもありがとう。はい、で19時、志保の掛川ゆるりん日和、はい、水車村の代表、星、ひろゆき様、はい、志保さんの番組に星さんが出る、これはですね、ギブフルーツカントリーの、あの、そうですね、ナンパした人ですね。あ、そうなんだ。はい、そんな感じでいいですよ。星さんめっちゃかっこいいから。あ、そうなんだ。目の保養になる、目の保養になる、ヒゲが生えてる系のかっこいいし、おしゃれなね感じで、水車の話を今日は聞けるのかな。あ、そうか、水車村だからね、水車村だからね、うん、楽しみね、はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、19時30分、畠山ゆり子の金運アップチャンネル、ゲスト、金運アップ、そうですよ、ゲストが、ライフクリエイター郁美さん、はい、何なんでしょうね、謎の人ですね。人生を想像していくのか、郁美さんはね、それ案内してくれるんだね。そうですね、きっとこれもね、まあ、また重要発表があるんですけど、あ、そうなんだ。そうなんですよ、楽しみ、よろしくお願いします。お願いします。はいはい、20時、はい、お持ちのエキゾチックアニマルチャンネル、はい、また前情報がありませんよ。え、それなんかドッキリ、やばいやつ来るとかそういうのあるじゃないですか。違う、あの番組だけはちょっと、あの番組読めないですからね。番組を書けっつってんのよ。頼むよ、ちゃんとやってよ。そうだね、ちゃんとやってくださいね。で、お餅さんに、ね、まあまあ今日もね、エキゾチック来るんでしょうか、エキゾチックの何かがね、何かがね、あとは寒い冬空でございますが、そうなんですよ、ここだけ南国になる、はい、温めておきますんでね、楽しみだね、はい、北海道持ってきてください。お願いします。で20時30分から岡村反省会、人生ならの転び青き、ということで私がね、はい、今日一日の反省と、はい、今年一年の反省をね、はい、あれ今日で、あれ締めの番組、そうなんです、あ、そうなんだ、まあ、寂しいね、いや、寂しい寂しい、すごい寂しいな、寂しいね、寂しいね、寂しいね、寂しいですよ、ね、見納めかと思うと、ね、見納め、寂しいね、なんで見納めの、あ、今年ね、そうそうそう、頼むよ、うん、はい、何を頼まれたらいいのかしら、いろいろだよ、もう分かったよ、よしよし、はい、と、うん、いうわけで今日もずらずら楽しい番組がね、15時からね、17時からすいません、朦朧としてますけどやっていきたいと思うんで、皆さんよろしくお願いします。今日も、はい、ありがとうございます。番組はそのまま、はい、チャンネルはそのままで、チャンネルね、はい、ボンちゃんもおじき来るからね、はいはい。